どのギャングスタグリーズが好きとかあればですね、ぜひぜひコメント欄に書いてください。ヒップホップアンザカルチャーをご覧の皆様、 DJ フォーレン K です。今日はですね、ヒップホップの歴史に残る名作ミックステープシリーズ、ギャングスタグリルズについて解説していきたいと思います。もともと80年代90年代にはミックステープという言葉は文字通り DJ がアナログレコードをつないでですね、テープに録音したものを指していました。若者にとってはびっくりする話だと思うんですけど、当然ね、昔はレコードで音楽を聴いていて、レコードプレイヤーは大きくてね、外に持ち出せないので、昔はレコードプレイヤーで再生したものをカセットテープに録音して外で聴いたりとかしていました。そして DJ が隙間なくミックスして販売していたテープのことをミックステープっていう風に呼んでいました。90年代後半から2000年にかけてメディアが CD になっていくんですけど、それをミックス CD と呼ばずにですね、ミックステープっていう風にあえてそのまま呼んで、ヒップホップにおけるミックステープカルチャーっていうのが生まれていきました。2000年代初期から加熱したミックステープカルチャーを引率した DJ、 ビッグマイクやフーキとグリーンランタンなどね、たくさんいるんですけど、その中でもひときわ目立っていたのが DJ ドラマで、その DJ ドラマのミックステープシリーズがこのギャングスタグリルズなんですね。たくさんのトップアーティストたちがギャングスタグリルズでミックステープを作り、一時期業界ではね、ギャングスタグリルズでテープをやればそのまま売れていくみたいな神話もありました。最近のミックステープっていうのはもうただのね、フリーアルバムみたいな感じになってるのが多いと思うんですけど、当時の2000年代初期のミックステープカルチャーではですね、曲と曲の間に DJ のシャウトと効果音が多く入るみたいなのが流行していました。それぞれの DJ がですね、それぞれのフレーズ持ってて、例えばあのフーキットだったらなんか裏声でね、フーキーって言ってるやつとかあるんですけど、この DJ ドラマのギャングスタグリーズといえば、リル・ジョンがギャングスタグリーズって叫んでるタグっていうのが有名ですね。さて、これを見てる人たちの中でね、ギャングスタグリーズシリーズ知ってる人多いと思うんですけど、どのギャングスタグリーズが好きとかあればですね、ぜひぜひコメント欄に書いてください。実はこの動画をね、作ろうと思ったきっかけで、ちょっと前になるんですけど、コンプレックスの YouTube で DJ ドラマクラウンズベストギャングスタグリーズテープっていう動画が上がってて、それがめちゃくちゃ面白かったんですね。この動画の中でですね、 DJ ドラマ本人が、これまでのギャングスタグリーズシリーズを振り返って、どれが一番イケてたかみたいなトーナメントをやってたりとか、それぞれのね、制作秘話裏話みたいなのを DJ ドラマ本人が喋っているので、すごい面白いんでね、英語わかる人とかはぜひぜひ見てみてください。このギャングスタグリーズはですね、これまでたくさんのアーティストのミックステープがあるんですけど、個人的におすすめな3つっていうのを紹介していきたいと思います。まず1つ目、リル・ウェイン The Dedication です。2005年に1作目がリリースされて始まったこちらのシリーズなんですけど、今多分デディケーション6まであるのかな、6まであって、アメリカでもこのリル・ウェインのザ・デディケーションが、まあ、ギャングスタグリーズの中で一番良かったみたいにね、言ってる人も多く、中でもザ・デディケーション2はですね、ナンバーワンの呼び声が高いです。お次はファボラス There's No Competition です。2008年に1作目がリリースされて、今3までありますね。1作目が出たのがちょうどね、僕がニューヨークに住み出した年なので、すごい思い出深くね、残ってるんですけど、2010年の There's No Competition 2ではバディアーなどもニューヨークの当時のクラブでかかりまくっていました。そしてそしてですね、やっぱりこのギャングスタグリーズのミックステープのシリーズの中で忘れてはいけないアーティストといえばこの男、ミーク・ミル。そしてミックステープはドリーム・チェイサーズです。2011年に1作目がリリースされて、多分これ5作目まであったと思うんですけど、やっぱり一番ヤバかったゾーンっていうのはドリームチェイサーズ 1,2,3 ではないでしょうか。1にはアマボスやハウスパーティー、3にはヘブン・オア・ヘルなどね、たくさんの名曲が詰まっています。ミーク・ミルはアルバムの名曲ドリームス&ナイトメアーズイントロの中でですね、 I did it without an album っていう風に言ってるように、デビューアルバムの前にこのドリームチェイサーズというミックステープですでに大成功を収めていました。今紹介した3人のアーティストの他にもヤング・ジーゼー、 T.I. などね、たくさんのアーティストがギャングスタグリルズでミックステープをやっていて、このコンプレックスの動画の中でも触れられてるんですけど、初めての R&B のギャングスタグリルズはクリス・ブラウンの In My Zone だったみたいです。当時は CDR に焼かれて服屋とかストリートで売られていたミックステープなんですけど、その後ですね、ダットピフなどのサイトでダウンロードするような形になっていって、今となってみればですね、もうストリーミングなのでもはやダウンロードすらしないっていうね、まあ時代の流れを感じるんですけど、当時はハーレムの125丁目のストリートはもちろんのこと、日本では東京の渋谷とかでも道で CD や DVD を広げて売ってた人たちがいました。ちなみにこの DJ ドラマって人は僕は結構かっこいいなっていう風に思っていて、まあ尊敬している DJ のうちの一人でもあるんですけど、 DJ クルーやファンクマスターフレックスよりちょっと下の世代で、出身はペンシルバニア州フィラデルフィアです。
数年前にリボルトのリスペクトザ DJ っていう企画の中でね、ドキュメンタリーとかやってて、それもすごく面白かったんですけど、その中でもですね、 DJ は音楽と人をつなぐメディアだっていう風に言ってたりとか、 DJ っていう仕事のね、重要性について言及しています。ギャングスターグリルズという一つのブランドを確立していくわけなんですけど、このミックステープシリーズの初めてのホストがリル・ジョンだったっていうこともあってですね、リル・ジョンのこのギャングスターグリズリーっていうタグがですね、その後もずっと使われていくことになります。で、フィラデルフィアの人って結構ニューヨークに攻め込む人が多いんですけど、この DJ ドラマはですね、フィラデルフィアから、サウスに攻め込んだようなイメージなんですね。それがですね、彼の成功の要因の一つなんじゃないかなというふうに思っています。ちなみに同じくフィラデルフィア出身のアーティスト、リルージバートをですね、初期の頃に見出したのも DJ ドラマです。ちょっと話はそれるんですけど、僕がこの YouTube チャンネルヒップホップ&ザカルチャーを始めるきっかけっていうのはね、ちょくちょくいろんなところで話してはいるんですけど、アメリカにはですね、コンプレックスマガジンだったりとか、あとはノリエガのドリンクチャンプス、それからジョー・バレンのエビデイ・ストラグルなどですね、このヒップホップのゲームの中で起きてることとか歴史っていうのを本気でディスカスするような番組っていうのが結構あるんですね。ただ日本だとどうしてもみんなが英語がわからないということもあってですね、こういったまあヒップホップの歴史と現在とのつながりみたいなのをガチで掘り下げたメディアっていうのはなかなかないんじゃないかなっていうふうに思います。例えばですね、コンプレックスのスニーカー企画みたいなのは似たようなね、番組とかあったりするんですけど、ガチで本気で音楽の話をしている YouTube 番組っていうのはなかなかないんじゃないかなと。なのでですね、僕はこの DJ ドラマがコンプレックスの YouTube チャンネルの中でギャングスタグリューズについて話してるのね、すごい面白いなっていうふうに思って、ちょっとね、みんなにも知ってもらえたらいいんじゃないかなと思って今日はこの動画を作ってみました。そんな感じで今日は終了です。私 DJ フォーデン K、 DJ プロデューサーとしての活動はもちろん、これから海外に出たい人に向けて英語を教えたりとか各種コンサルもやってるので、お仕事のオファーは概要欄、 E メール、インスタ、DM などにてお願いします。ということで、引き続きチャンネル登録、高評価、コメント、 Instagram のフォローもお忘れなく。 DJ フォーデン K でした。